連チャンとは、マージャンにおいて、一人のプレイヤーが複数のつぼねで連続して、親を担当すること。連チャンという語における章の字は、親の意味である。連チャンと表記することも多い。展示で、物事が連続するように広く使われる。また、パチンコやパチスロで、大当たりが連続で発生することも、連チャンという。本記事では、マージャンの連チャンについて述べる。 マージャンにおいて、親がはりした時の得点は、親でない場合に比べて、ほぼ1.5倍になる。この点を考えれば、親としてプレイできる局面が多いほど有利なため、レンチャンは親にとって、好都合である。ただし、親であることによるデメリットが一つある。他のプレイヤーが、妻もは量した時親は、通常の倍の点数を支払う点である。これを、親かぶり。 親かぶりと言い,い、連チャンすればそれだけ、親かぶりする、可能性も高くなる。基本的には、親が悪をした場合に、連チャンが発生する。また、多くのルールでは、流局の際に、親が転敗していた場合も、連チャンとする。これを、転敗連チャンという。逆に、親が転敗していた場合でも、連チャンとせず、親が上がった場合のみ連チャンとするルールを、 上がり連ちゃんもしくは上がりのみ連ちゃんという、テンパイれちゃんとするか、上がり連ちゃんとするかは決め次第であり、フリージャンソー等でもハウス側の裁量に委ねられている。長くテンパイれちゃんのルールが一般的だったが、昨今は上がり連ちゃんのルールを採用する店舗も増えてきているようである。オンラインマージャンでもどちらのルールになっているかは分かれている。また、 古いルールや一部のルールでは、ナンバに限って、親の脳天でも、連チャンとしたり、オーラスのみ、親脳天でも、連チャンとしたりすることがある。和奏とは、連チャンの大義語であり、つぼねが変わるとともに、親が変わることを言う。親流れとも言う。特に、和奏を目的として和量することを親を流すと、表現する。具体的には、親以外のプレイヤーが和量したときに、和奏となる。 また、通常のルールでは、アラパイ流局の際に、親が転廃していない場合にも和装となる。和装の場合、直前の親の右側のプレイヤーが次局の親を担当する。連ちゃんが生じた場合、次のツボネは、東 M 局 N 本場あるいは、南 M 局 N 本場と呼ばれる。ここで、M は、直前のツボネと同じ筋、N は、連ちゃんの回数を示す。伝ちゃんの場合、 M に当たる数字が変わらないため、搬送全体の曲数が増えることになる。上記の N に相当する数字を本場数という。通常は目印として親が卓上に N 本の百点棒を置く。この百点棒をバボー、積棒と呼ぶ。なお、バボーは供託されたものではなく、親の持ち点の一部である。N 本場の曲においては、 は、量した時の点数に、絵の300点が加算される。つも数量の場合には、各自の支払う点数が、絵の100点だけ増える。4人うちのフリージャンソーでは1本場につき1500点と、するルールも存在する。3人うちマージャンにおいては1本場につき、支払い人数1000点とし、つも数量と論数量で積み棒による収入が異なる。なお、 アラパイ流局による和装の場合にも本場数を一つ増やす。これを流れ N 本場のように表現する。アラハイ以外の原因で流局した場合、レンチャンとするか、和装とするかについて、ルールは統一されていない。事前の取り決めが必要となる。二半縛りとは、役の半数の合計が最低でも二半ないと、数量できないというルールである。最近では採用しない場合も多い。 採用する場合、通常は本場数が一定数以上になった場合のみ適用するのが一般的である。同じプレイヤーの数量が8回連続した場合、8回目の数量を8連装と言い,い、これを役満として扱うことがある。ただし、8連装の定義には揺れがあり、純粋に一度の流曲も挟まず8回連続して数量しなければならないとするルールのほか 親で八本馬まで連チャンすればそれ以降の数量をすべて役万とするルールもある。詳細は八連想を参照。ありがとうございます。